ストレートフラッシュノーズアートストレートフラッシュは第二次世界大戦時に使用されたアメリカ陸軍航空隊第509混成部隊第393爆撃戦隊所属である B-29 長距離通常爆撃機の機名。ビクターナンバー85機体番号44から27301号機。ノーズアートは様式便器の中に入れられ苦問の表情を浮かべる。 日本兵。機長は、クロード・イーザリー・ショーサ。原子爆弾を搭載するためにシルバープレート形態と呼ばれる、機体爆弾装検証装置等に回収を施し新型のエンジンプロペラを取り付けた15機の B-29 のうちの1機。なお、必要とあらば、搭載量は少なくなるものの、通常爆弾や、小移弾爆装も可能であった。 1945年8月6日の原爆投下任務に際して7機のシルバープレート形態 B-29 が用いられ、そのうち3機が小倉、長崎、広島各地の天候偵察機として使用された。本機は広島の天候偵察機として参加している。原爆投載機エノラゲーに1時間ほど先立ってテニアン島ノースフィールド基地を離陸した本機は、 午前7時頃に短期で広島市上空へ侵入して気象観測を行い Y3-Q3-B2-C1 と打電し、これにより広島への原爆投下が最終的に決定した。本機は1945年7月20日、原爆投下に先立って行われた訓練で政治的理由からいかなる攻撃も厳しく禁止されていた皇居へ。 パンプキン爆弾を臨機目標として投下した。この攻撃は皇居を大きく外れ、東京駅東側に落下、死者1名、負傷者62名を出した。機体番号44から27,301、ストレートフラッシュ。ありがとうございます。